どうも、日向です。今日はですね、初見読みに強くなるためのトレーニングメニューを用意してきました。初見読みがね、苦手でよく噛んでしまうとか、読み間違えてしまうっていう人いるんじゃないでしょうか。初見読みがうまくいかない原因っていろいろあると思うんですよ。例えば、漢字は読めないわけじゃないんだけれども、変換するのにちょっと手間取っているうちに、読まなきゃいけないところが来ちゃって焦って噛むとか、あとひらがながずーっと並んでて、どこからどこで切れるのかが一瞬判別するのに遅れてしまうとか、いろんな理由があると思うんですよ。でも他にもこういった理由があるんじゃないのかなと僕は思ってます。それは何かというと、眼球の動きをちゃんとコントロールできていない。以前なんか動画で喋ったかもしれないんですけども、人間ってこの横の眼球運動は得意なんですけども、縦の動きって苦手なんですよ。それもあってか、最近の広告って横書きが多くなってるんですね。ちなみにナレーションの原稿でも横書きのものが稀にあったりします。でも皆さんが目指す声優、アニメとか吹き替えの台本は必ず縦書きになっています。なのでこの縦書きの動きに慣れることがすごく大事なんですね。小さい頃からよく本を読んでた子はこの縦運動、文字を追う動きに慣れているんですけれども、そうじゃない人ってこうまっすぐ下ろしているつもりが結構ふらついちゃったりとか、他にも文字を追ってる最中に勢いよく下げすぎちゃって、認識している文字のところに先まで行ってしまったからやべって言っても戻って、また視線を下ろさなきゃいけないっていう眼球運動をしちゃってる子が結構いるんですよ。なのでその縦の眼球運動を滑らかにできるような課題を用意しました。はい、まずこちらの画像をご覧ください。どうぞ。はい、これはね、原稿をイメージして作った図になってます。黒い線と下向きの矢印が、文章をイメージしています。その間をつなぐようにこう点点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 ってこういう形に矢印があると思うんですけれども、それが下まで読み終えた後、次の行に行くまでの眼球運動を補助する線になっています。これを原稿の右上から順番にこう追いかけるように、滑らかに追いかけるように目を動かしていってください。これ決して早く動かす必要はないです。滑らかに丁寧に動かすイメージを持ってやっていきましょう。で、右上からスタートして左下まで行ったら、また先頭に戻って矢印を追いかけていきましょう。こちら1回のトレーニングを5分の3セットやりましょう。で、間の休憩インターバルは5分空けましょう。これね、結構目が疲れると思うので、間のインターバルの時に目を閉じたりとか温めたりして休息させてください。そして続きましてこちらをご覧ください。ドン。はい、こちらも眼球運動のトレーニングメニューなんですけれども、さっき下向きの矢印だったところがこう丸に置き換えられてますよね。で、1行見てみると、丸がいくつかあって隙間があって、また丸がいくつかあって隙間があってみたいな感じになってます。これはですね、この連続している丸が文節をイメージしていると思ってください。単語や文節をイメージしています。で、空白があって次の文節みたいなイメージですね。はい、文節についてはちょっと辞書で調べてください。で、今度もさっきの矢印の追いかけるっていうのと似てるんですけれども、ちょっと違います。丸の集合体があると思うんですけれども、こうさっきはこう滑らかにこう目を動かしてくださいって言ったと思うんですけれども、今度は連続している丸の先頭の丸に視点を合わせてください。右上からスタートして最初の丸を見る。そしたら次の丸の塊、次の分節の一つ目の丸に一気にこうピントを合わせる。そしたら次の分節の頭の丸に一気にピントを合わせる。だから眼球運動としてはこういう動きになるって感じですね。ピッピッピッって降りてって、点線の矢印をなぞって次の分節の頭にピント合わせる、次の分節の頭にピント合わせる。これを繰り返して視線を動かしていきます。こっちの方がより文字を読む動きに近いのかなと思います。こちらの課題も1回5分の3セット、間のインターバルを5分設けてください。なのでさっきの課題と合わせて、6セットやるっていう感じですかね。これ1日のトレーニングの総量としては30分までにしてください。
それ以上やってしまうと目が悪くなってしまう可能性もあるので、1日30分以内に留めておきましょう。これ僕が対面で見ている生徒さんにこれ出した課題なんですけれども、これをね結構繰り返していくと眼球運動が滑らかになるので文字読むの楽になりましたという人結構いました。で、今回の課題の画像データが欲しいぞっていう人はですね、僕日向翔吾の LINE 公式アカウントを登録してもらって、でそちらにキーワードを打ち込んで送ってください。今回の課題の画像を無料でプレゼントします。キーワードはこちらです。皆さん振るって今回の課題にチャレンジしてみてください。はい、最後に告知が2つあります。僕日向翔吾が代表を務めるワントゥーワン声優俳優ナレータースクールというのがあるんですけれども、そちらではですね、若干名ではありますけれども生徒を募集しています。こちらどういうスクールかというと、声優や俳優やナレーターを本気で目指している子たちに向けた個人指導塾みたいなものです。僕や僕の仲間の声優と本気でプロを目指したいという人は、動画詳細欄または概要欄からスクールのホームページチェックしてみてください。そしてもう一つ、そのワントゥーワン声優俳優ナレータースクール、実はボーカル歌唱指導もやってるんですね。で、その歌唱指導の一環として歌ってみたコンテストというのを在校生の中で行っています。その第2回を現在行っています。そちらはですね、サブチャンネル日向の教室部活編の方で動画を投稿していくんですけれども、動画を見ている皆さんに投票していただいて順位が決まるというものになっています。ぜひぜひ、サブチャンネルの方もチェックしてみてください。そしてよかったらチャンネル登録もしてみてください。それではその歌ってみたコンテストの紹介動画がありますのでご覧ください。どうぞ。胸を貫く